バラジュックは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域キ県、アルデシュ県のコミューン、県観光委員会の特色ある小さな町、及びフランスの最も美しい村に登録されている。ボーギュエとは 7km、オーブナとは 18km 離れている。千年の間アルデシュ川に面した砦であり、バラドゥヌムという名があるように、カリア人の戦略的用地であった。バルトは デューナムとは要塞化された高地を意味するガリア語である。バラジュックでは、ネアンデルタール人の骨が発掘されている。ネアンデルタール人は、氷河期後期の初頭である、約5万年前に、アイベックスの狩りのためにこの地にいたと考えられる。新石器時代の紀元前3000年頃、農民がこの地に到達した。彼らは、ヤギや羊を育て、窪地の底で農耕をし、石でできた。 集団墓地に死者を埋葬していた。紀元前750年頃である青銅器時代末期、村の取り出が利用され始めた。痕跡を残していないが、ガリア人はバラドゥヌムという地名を残した。ガロローマ人はローヌ川渓谷からニームに通じるローマ街道が通過する平野で工作を行っていた。聖書の場面を高度に表した初期キリスト教のサルコファガスが見つかっている。 中世、村は11世紀から13世紀にかけて建設された、教会を得た。同じく11世紀から13世紀に掛け城が築かれた。12世紀に城は壁で取り囲まれており、13世紀には大規模な拡張工事が行われて四角糸が付け足されている。城壁等、貴族の館が良い状態で保存されている。村は、その後何世紀にもわたって、 住宅の変容を受け入れていくが、中世の村の独創性と特徴を保持し続けた。ジェラールド・バラジックのコポンツは初代バラジック領主であり、十字軍へ加わった。彼は1999年にエルサレムが陥落する直前にトリポリ近郊のある諸城で殺害された。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。